あの、まあ、掘り下げてじゃあだから話すと、うんうん、まず僕が伊藤聖子さんを見たのが会う前だから伊藤聖子さん見る時ね、うんうん、30年ぐらい前、30年もっと前じゃない、もっと前かな、35、6年前、うわ、ね、ちょっとここのなんでここ選んだかって話もすると、はいはい、クロコダイル、うんうん、ここが僕としてはいろんな意味でのこう解き放たれていく、いろんな鍵を開けていく場所になったんですよ。あ、そうなんだ。ここのステージで、うん、ミュートビートの、うんうんうん、になったかなんないかぐらいの時に、うんうんうん、演奏してる時に、うん、あのプラスチックスメロンの、うん、トシちゃん、チカちゃん、はい、工藤ちゃんがここに見に来る、はいはいはい、ああそうなんだ、うん、でここで、あ、なんだこいつら面白いじゃん、うんうん、でしかもなんかドラムなんかおぼこいというか白いシャツ着てなんか銀縁の目がかけて角刈りしてるみたいな、でそこで今度ピテカンっていうのができて、それであのライブをやるから、うん、メロンのバックやってくんないかみたいな話、うん、マジここだったの。そうなの。あ、それ知らない、俺知らないわ、うんうん、でここがミュートビートのある意味聖地でもあって、でよくここでメロンのに加入する聖地でもあったの。そうそう、だったんです。だってピテカントロプステレクスはまさにこの、まあ、近いっちゃ近いっていうことかね、まあ、同じ道路沿いにはまああったわけで、そうそう、でここそれがね1982年なんですよ、うん、で82年の多分おそらく6月とかぐらいで、うんうん、そこまで詳しく分かんないけど多分僕がここ東京に来たのが82年の4月なんですよ、うんうん、20歳の春、うん、それであのなんだプレイヤーかなんかのミュージシャンメンバー募集、うんうん、はいはい、メンボね、そういわゆる、それでもう京都から出てきた田舎者の僕はどうしていいか分かんないから、とりあえずメンバー募集だ、うんうん、でとりあえず東京せっかく来たし、うん、なんかセンターオブ東京原宿かなみたいな、で原宿の住所が書いてある連絡先がミュートビートの、え、そう、え、そうなの、そう、そんな偶然なの、そんな偶然なの、マジにそれすごいね、まあ、両者にとってめちゃめちゃね引きがあったってことですよ、うんうん、でその当時は俺スライ&ファミリーストーンとかああいうファンク系が大好きだから、うんうんうん、こんなアフロみたいにしてこんなでっかい眼鏡かけて、後から思えばそのヒップホップの流れでいくとこのカザール的なのは ありだったんだけど、うんうん、その時はもう全然そんな何もないから、うんうん、あのその時のまっちゃんっていうあの松永君じゃなくて松本隆乃さんがベースでオリジナルので、ゴータそれちょっとさ買えないって言われて、それで銀縁のように角刈りになってみたいな、あ、そうなんだ、そんなことがありの6月でここを やってました、うん、そしたらピテカの話で、うん、でメロンに加入プラスミュートでもそこでやらないかなとかあり、だからまだその6月だったからピテカは工事中だった。あ、そうなんだ、うん、でそこでみんなでアーシャ撮ったりしたの覚えてる。へえ、それ何メロンの、ミュートビートも撮ったの。そうね、多分そう、うん、そうミュートビート撮った。うえ、俺コンガ叩かないのにコンガの前からなんか出て、へえ、そう、それでじゃあそれでピテカンが、まあ、始まって、うん、大学生だった俺はお笑いの方から桑原萌一さんに拾われてあのピテカンに来るんだよね。あれ82年とか3年でそうだ、多分そうで俺ミュートビートを初めて聞いて、うん、てか多分リハを見たんですよ。ああ多分だって俺ねフロアにもうあんま人がいないの覚えてるからそんなことありえないから、うん、つまりリハを見た。その時にこのスピーカーから振動がドーンドーンって、なんだこれはって音じゃないじゃんってことになって、うん、僕は初めてクラブサウンドってこういうことなんだと、体のもんなんだ、耳じゃないんだと、音楽って耳じゃないんだなっていうことは初めて分かった。でも大体験、そうか、目が開いちゃって、あの時大学生、大学生、そうか、あの時のそのなんあれはなんだっけ、その東京シティボーイズとか、そうシティボーイズいて竹中直人さんいて中村優衣さんいて俺いて、うん、まあ、あのラジカルガジベリビンバシステムって言われるコントユニットの、はいはい、前の段階でドラマンスっていうのがあって、うん、松本小雪もいて、うん、女の子いて、それを桑原萌一さんが集めたんですよ。うん、
で舞台をお笑いの舞台、まあ元はといえばスネークマンショーの最後のビデオをに僕らがまあ入ることになるんですけど、うんうん、僕もまだ学生でね、うん、一本釣りでみんなこうオーディション受けてっていうか、すごい。でそれでドラマンスっていうのをやるから、うん、あの舞台はピテカンだと。だから多分もいちさんはナイトクラブでコントをやるっていうことを考えたんだよね。やっぱすごいですよね。ね、すごいと思う。斬新な、斬新だと思う。もうね、僕の人生の中で多分一番笑った日だったと思う。そんな嬉しいこと言ってくれんの？いや本当に面白かったし、なんだろうな、こもうまあ僕なんかは本当にもう東京に出てきて間もないっていうのもあるし、こんなことがいつも東京って起こってんだぐらいな、 あれがデフォルトになっちゃって、それは絶対ありえないよね。違ったんだよねっていう。僕にとってもあんなお祭りみたいなものを見るっていうのは、まあ多分だから、豪太さんが見たのは、うん、そのドラマンスでそのネタをやるというよりは、それぞれが自分たちのネタをやる回でしょ。シーボーイズはシーボーイズのコントやって、うん、中村英二パントマイムやって、竹中直人と漫談やって、うん、で俺がまたピン芸をやりに行くっていう。ドップラ豪華。そう、ドップラ豪華でなんかこうゲロ吐きながらこういろんな人が走ってったり、風船を一個使っていろんな名画をやってみせるとか、うんうんうん、そういうアート系のネタとかは、いや本当あのなんだろう、空間美、うん、だからその面白いだけじゃなくてその空間をもう見事に使っフルに使った感じがすごい人だなと思って見てて、それはじゃあお互いに思ってたってことだよね。あそこ そこで竹中さんもまたね、うん、笑いながら怒るあれ、そうそうやってた、初めてぐらいでしょ、あれ、そうそうそう、あの頃そこからですね、僕が。はあ、でそこに僕はあの日のこと覚えてるけど、そこに確かにお客さんに伊武雅人さんもいたし、多分近田さんもいたし、死んじゃった影山民夫っていう、はい、その有名な放送作家もタモリクラブとかずっとやってる影山さんもいたし、うん、っていうまあまあだからメロンの人たちもいたかな、いたかもしんない、いたかもしんない、うんうん、中西さんがいたかどうか、ま、でもなんかこうみんながこうこっち向いて笑ってるのを覚えてんのよね。で初めて僕はそれまでは学生だったから小さなところで勝手にやってたわけ、ピン芸を。友達が見てくれてるぐらいの感じで、うん、それがあれ俺がすごくマークしてる人たちが笑ってくれてるわって、こんなに受け入れられることが あるんだ世の中でって、もう幸せなライブだったんですよあれは。いや本当にもう忘れられなかった、っていうか忘れられてない。忘れないと思う。それは嬉しい、うん。あれを見てんだね。じゃあもう本当に僕は20、まあお互い21、うん、とかそんなんじゃない。じゃないの。そうだよね。うん。20歳で来て。そう。82年だとしたら20歳。うん。83年だとしたら21。そう。だからもうそこから僕はもうある意味その。ピテ感が僕にとっての大学、うん、そう高卒で京都市内に2年間、うん、あのいろいろ遊んでて、でそこはそこでいろんな音楽を教えてもらったんだけど、うん、先輩とかに、うん、でそれでこっちに来て、それでそこでまたなんだろう、うん、結局ミュートビート週1でやります、うん、メロンも土日やります、うん、でそうやってるうちにウォーターメロンが始まります。うわ、うん、もう中核だもんね、それピテカンの。本当に大学みたいに、うん、そうだね、科目だね。そう、まあ、1日おきぐらいでピテカン行っててエキゾティックサウンドウォーターメロンでやりとか、そういうことだもんね。そこでヤントミタさんにもいろんなまたいろんなまた情報というか、うん、教えてもらって、まあ、そのヤンさんにもいろんなものを教えてもらったもんな、バンダイクパークスだとかね、はいはいはい、あの辺のものとか、でトシちゃんとかにもいろいろ教えてもらって、うん、あの量子力学の話とかね、すごいね。そうで、なんだろう、あそこはちょうどだからその頃に、うん、ニューヨークから MTV が始まったぐらいの頃で、うん、なるほど。で、あのいわゆるミュージックビデオをダビングしては送ってきてたんですよ、うんうんうん、でそこで初めてあのハービー・ハンコックのロック、ロックイットね、あとワイルドスタイルとか、はい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 、いわゆるヒップホップの流れっていうのを初めて
見た。わかる。わ、うん、かる。あの頃、あの頃だと思う。僕もロックイットを見て、うん、あ、まあ一応 FEN とかその米軍放送で、うん、あのシュガーヒルギャング的なヒップホップは聞いてたけど、うん、ロックイットを聞いた時、なんか同じものに今思えなかったけど、不思議な、なんかものが一つになってるっていう感じ。そう、ロックイットは未だに聞くと心がこうワクワクする、うん、で意外にジブラとか僕より下の世代も、うん、あの自分であの DJ するときよくロックイットかけるんですよ。へ、だからやっぱあのハービー・ハンコックのロックイットが与えた影響ってものすごく実は大きくて、中にはあれラップ乗ってないんですよね、インストだから。そうそうそう、乗ってないの、乗ってないんだよね。だからでもあのハービー・ハンコック、ジャズの人がああいう風にヒップホップに影響を受けて解釈したあの一曲が、うん、いろんな人たちの気持ちの中にこうズドーンって入って、うん、そして作らせてるっていう、すごくないですか、そのこと。あの頃のものって、例えばじゃあプラネットロックとか、はい、あのアフリカンバンド、ね、アフリカンバンドだ。で、はたまたこっちは、まあ、クラフトワークも、うん、とあってるんだけど、だんだん YMO がこっちに融合していく感じ。そう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 。あの辺も飲み込んでいく。そう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 。ヒップホップのブラックホール的な、そう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 、夜明けというかなんか。確かに確かに。あれがもうね、たまらなくて。ああ、わかるわかる。でも僕はドラマーでしょ。うん。だからあのブレイクビーツっていう、いわゆるその70年代のこう。超ファンキーなグルーヴものを DJ がこうつなぐわけでしょ、うんね、歌じゃないところをね、うん、こうブレイクしたビーツをね、そう、うん、でドラマーとしたら美味しいとこばっかり聞けるわけじゃない。そうだね、アルティメートね、ハンドの、はい、とにかく一つのアルバムの中に何十曲って入っ当時ね入って出て、うん、どんどん出たんだよね、うん、でしかもそのロックのジャンルもあるんだけど、うん、その部分だけは本当にファンクというかファンキーなビートだったりとかして、で、あのブレイクビーツを見ながら、あ、このパターンかっこいいな、このドラムチューニングかっこいいな、もう本当にもう勉強だ、ね、マイページマイページが辞書みたいな感じのレコードばっかりで、あれを聞いて育った僕は幸せでしたっていうそうだね、本当に、本当に確かに あのブレイクビーツを経ないビートはやっぱヒップホップの真髄が分かってないっていうか、分かりようがないじゃない、うんうん、あのノリっていうなんかね、でそのスプーニジーだのなんだのいろんなそのラッパーズデライトとかあの辺のも初期 の、うんうんうん、あのグルーヴだけつないでラップしてるだけの、うん、でもドラムが延々かっこいいんだけど、よく聞くとね、2小節とか4小節ぐらいをループしてるだけなんだけど、そうなの、延々聞けちゃうっていう、そうなの、ご飯何杯でもいけますみたいなあれってどういうことなんですか。僕もずっと考えて自分ではわからないのだけど、うん、普通に演奏して長いよりも短くループ、わざとループだって示すぐらいわざと傷のところをブチって入れたりとかして、はい、ループ感を示されるとより興奮するっていう、うん、あれ何なんだろう、ヒップホップの元にある何か、音としては初めてあったことじゃないですか、あんな繰り返しをさ、もうはっきり繰り返しって示されることの快感みたいなものね、だグルーヴってああいうことなのかな、グルーヴってああいうことなんだよね、うん、し、なんかこう人間のそのシンプル、レスイズモアじゃないんだけど、うん、なんかそのシンプルなほど、うん、だんだん自分がこう覚醒していくっていうか、うん、トランス状態になりやすいのか、あ、でそこにベースができるから、うん、その上にいろんな物語がなんていうの、描きやすいのかもしれない、うんうん、あの要素が少ない方がってことね、うんうん、うん、要するにまず綺麗なこうラグを引いて、うん、その上で寝転がったり座ったり話したりしてる、でもラグはずっとあるみたいな、うん、なんかそんな感じなのかな、だからここはリラックスできるってことはもう分かってるっていう、そうそう、こういう感じだよね、このビートは変わらないの、演者も聞く方も安心感がそこにあるみたいなものなのかな、あ、それはあるかも、うん、確かに繰り返しだってはっきり分かってサンプリングだって分かると絶対にこのリズムは変わらないなっていうことが分かるから、そう、まあ、そのままいろんな人があの叩いてると、まあそれによっておかずも入れるだろうしなって思いながら聞いてるのと、うん、絶対変わらないと思ってるのとは心構えが違いますもんね、うん、そう、うん、そうか、そのニューヨーク、まあ基本ニューヨークじゃないですか、
うん、ああいうのがね、うん、でそれでループされてるそのブレイクビーツを紐解いていくと、うん、そのロックのジャンルがあり、うん、でものによってあれこれ聞いたことあるな、うん、えこれスライじゃんとか、あこういう使い方もあるんだとか、うん、なるほど、例えばその後にジャネット・ジャクソンとか出てきて、うんうんうん、スライのサンプル使ったりしてるったりとか、うんうんうん、だん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 サンプリングっていうものがだん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 なりました、なりました、はい、でそこの中であそうかビートルズも、うん、例えばじゃあビージーズも、うん、ドラムループっていうのは使ってたんだっていうのを見つけていくわけです、うん、なるほど、逆にまた再学習をし直して、なるほど、なるほど、トゥモローネバノーズとか、うん、ドラムなんかもあれループなんですよね、テープループ、サンプリングの前、なるほど、でもだから要するにビートルズのあの頃って今のテクノロジーがなかったけど、うん、同じようなことができてたっていうところが、うんうんうん、切って貼ってたんだね、うんうん、テープ、でそれがサンプリングっていうサンプラーっていうものができて、より、うん、そうね、革新、そう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 、うん、もっともっと広がっていくっていうの、うん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 、でその中でやっぱり自分が例えばかっこいいと思ってたじゃあビートをサンプリングしてみようとか、うん、当たり前だけどおもちゃだからね、うんうんうん、おもちゃだしそのコラージュ的なものだから、うんうん、これとこれでじゃあ組み合わせたらどうなるんだ、あこんなんなっちゃってかっこいいじゃんとか、うんうんうん、もうそれがもう止まらなくなって、うんうんうん、こんななっていくわけです、それでソウルトゥーソウル的なものになっていくってこと、もうその